どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さいウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。はい、今回の曲は宇多田ヒカルさんの Time Will Tell、 こちらの曲をやってみたいと思います。この曲はですね、私すごい宇多田ヒカルさんの中で一番好きと言っても過言ではないと思いますけれど、この曲ウクレレでやってみましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様にもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流シンプル簡単バージョン。後半はあの独特なファンキーなリズム、これかっこいいんですよ。ちょっと難しいですけどね、16ビートのちょっと独特なグルーヴを持ったファンキーなリズムです。これをやったかっこいいバージョン、2バージョンやりますんで最後までご覧になってください。さあ、大好きな曲、憧れの曲、いつも頭の中流れてる曲をカラオケ歌ったり CD 聴くのもいいんですけど、楽器と一緒に弾きながら歌う弾き語り、皆さんぜひ始めてください。楽しいですよ、最高です。とはいえ楽器が苦手ですとか、音楽は昔から聴くのは好きだけどやるの苦手という皆さん多いんですけど、ウクレレだったらですねできます。なぜなら簡単だからです。で、これがね、やってもらったらわかるんですけど、簡単なんですけどね、奥も深いんですよ。すごく奥が深い。もうこれはだから、本当にずっと長く付き合えるパートナーになってくれますんで、ぜひ皆さん、音楽をやりましょう。聞くのも最高だけど、やるのももっと最高なんです。はい。で、他のピアノとかギターとか弾かれる方もね、ウクレレでやるとまた全然感じが違うんで、ぜひ挑戦してみてください。今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルを見てるだけで、どんどん音楽がウクレレできるようになります。はい。もうちょっとしたらここにリンクありますけど、このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、1からですね、数字の順番通りに動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、あれ私今もうできてんじゃんってすぐなりますからね。しかも YouTube ですから、いつでもどこでもスマホでも見られて無料。始めましょう。はい。じゃあリンクありますよ。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこには今まで撮りためた私がね、ほぼ毎日アップロードしてるんですけど、世の中のありとあらゆる音楽をウクレレで簡単にできるようなレッスン動画、超簡単レッスン動画が700曲以上もすでにアップロードされております。はい。定番の J-POP、最新 J-POP、昭和の夏メロ、演歌、洋楽もたっぷりあります。ハワイアンもちろんありますよ。アニメソング、映画の曲、あらゆるジャンルの曲をウクレレで簡単でやっておりますので、探してみてください。で、ね、さっきのリンクのところに、曲検索とか、ジャンルボックスから選べて探せたりするんで、ちょっといろんな自分のお気に入りの曲探してどんどんやっちゃいましょう。それでは、いきますよ。Time Will Tell。まずは初心者向け、シンプル簡単バージョン、やってみます。1、2、
の Time Will Tell、 宇多田ヒカルさんの曲、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。かっこいい曲ですね。今のは聴いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレ流ショートカットバージョンでお送りしてまして、2番をねちょっとカットさせていただいてるんですけど、1番とコード進行全く一緒ですんでね、本当はね2番のね A メロのね歌詞が最高なんですよね。まあ皆さんちょっと調べてください。雲の上には太陽があるっていう、そういう歌詞があってですね、そこがいいんですけど、まあ今回いつもレッスン動画ですね、はい、やりたい方、フルでやりたい方、全部自分でノートに書いてやってみてください。はい、でテロップと一緒にできた方もですね、今度は自分でノートに書いて、その自分だけで演奏してみてくださいね。で、その時の参考になるように私のノートを見てもらおうと思うんですけど、ちょっとね、今日いろいろあります。いつも言ってることなんですけど、下に囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンで使うことな、コードなんで、ちょっと、変わってますけど、今のシンプル簡単バージョンは上のコード進行をやりましたということです。はい。これね、Am 星とか、また、なんか自由なコードが出てますけど、これ後で解説します。これはコードネームがわかんないんで、私がオリジナルで表記してるんでね、あんま慌てないでください。で、こっから A メロが始まるんですけど、この歌い回しというかがですね、やっぱかっこいいっつうか、ソウルフル。やっぱソウルなんだよな、ブラックミュージックっていうか、うん。そこがまたこう、ぐすぐすこう、私の心を刺してきます。はい。この歌い回し、ファンキーな感じがね。一時停止でメモっといてください。この辺もコードがだいぶ変わってますね。はい。ワンブロックに4つ貼ったりとか、後で解説します。で、ここがサビということになりますね。サビのね、この歌詞も素晴らしいですよ、本当に。この辺にもいっぱいこう歌詞、コードがいろいろ変わってきて書いてあると、後で解説します。一時停止で。まあ、テロップと見合わせてもらった方がわかるかもしれないですけどね。で、ガズレレオリジナルアレンジでここでちょっと繋いでから、2番のサビを後半だけやったというようなイメージでございます。なので、基本的にはここに全部表記されているんで、ご自分でこうノート書き出して、アレンジしてみてくださいということです。ございます。で、出てくるコードなんですけど、ちょっと今日場所の関係なんですけど、まず文字だけで。今やったシンプル簡単バージョン、この文字だけのコードです。C と Am、F、Dm、D7、G7、Em7 という、このコードなんですけど、1、2、3、4、5、6、7個か。7個で今この、Time Will Tell、ガズレレ流簡単バージョンやりました。このコードはですね、いつも出てくるやつです。これです。このガズレレ必須コードというグループなんですよ。超基本コードです。ウクレレやるときに一番最初に覚えた方がいいというふうに私説明してるんですけど、コードっていうのはね、やっぱりいっぱいあって覚えなきゃいけないんですけれども、本当は星の数ほどあるんですよ。もう、すっごいあるの。だけど、全部覚えようと思うのもそもそも無理だし、もう困ったなってなると思うんですけど、じゃあどうするか。ウクレレ、皆さんウクレレで音楽をやろうと思ってる。このウクレレにとってですよ。めちゃくちゃ便利で、お友達の仲良しコードのグループがあるんですよ。10個ぐらいあります。そのことをガズレレ必須コードと私は命名しておりまして。1個ずつ見ると超簡単なんですよね。1本指のコードとかいっぱいあって、なんですけど、10個もいっぺんに覚えると思って頭ごちゃごちゃになっちゃうんで、その、わかりやすい覚え方の動画を私が。親切、わかりやすく、親切、丁寧が、私のポリシーでございました。アップロ編集して、上げてる動画があるんですよ。そのコード説明、ここにリンク貼っておきます。コード説明動画、ガズレレ必須コードはここで覚えてください。なんで今日はそこで覚えてもらうということで、コード、基本コードは、省略しますということでございます。今はそれ4つ引きで、心込めて弾きましたというのが今のシンプル簡単バージョン。では、こっから、はい。かっこいいバージョンの解説に突入。かっこいいバージョンではさらにかっこよくするためにコード、いろいろ。増やしていきます。まず出てくるコード、どんどんいきますよ。ですね。イントロで出てきたこの謎の Am 星というコードですけど、これね、つまりは簡単なんですよ。Am ってコードは普通はね、この上1個だけ、4弦の2フレットだけなんですけど、1弦の2フレット同時に弾いちゃうという、このコードネームがちょっとわかんなくて、なんで押さえるのは楽ですよ。押さえる場所。Am 星はです。こことここ。だから Am 押さえといてこんな感じかな。そう、響きは。いいでしょこれ、はい、ちょっとこれ響き重視でこれをちょっと呼び方わかんないで Am 星ということにしておきます。はい、どんどんいきましょう。はい、次はですね、あ、この辺は、よく出てくるやつ G7sus4 というコード。 G7sus4 っていうのはこの G7 っていうコードと行ったり来たりするというイメージですね。はい、よく出てくるやつです。まず最初、じゃあ押さえる場所確認なんですけど、 G7 を押さえる場所、ここの3つでしょ。これ G7 っていう入門コードなんですけど、この小指見て、ここ足したら G7sus4、 離したらただの G7 です。これ行ったり来たり、 G7sus4 から G7、 こうやって使います。はい、 G7sus4 いきます。はい、あとはですね、F サビでね、これ使いたいんですよ。 F メジャー7、大文字の M はメジャーですからね。はい、5フレットの3弦4弦です。これたまに出てくるおしゃれコード。はい、押さえる場所はここ、ここと、
違う、あ、こことここだ、いいね、こことここ、ここ、こうやってこの指で押さえるのが私おすすめしてますね。もちろんこれでもいいですけどね。ただこの移動の距離があるんで、ちょっとでもこのここ、あの、なんていうの、時間と距離を短縮するために人差し指を残してやった方がいいんじゃないかなっていうふうに私は思ってるんですけど、まあ別にいいです、音が出てればね、響きはいいんですよ、これすごく。あ、切ない、 F メジャー7、これサビで使っていきます。あとはこれ、いろんな言い方あるんですけど、 CAU、 最近はこれで統一します。 CAUG と書いてオーギュメント、これは A シャープメジャー7、あ、A シャープマイナー7とか言われることとか、いろいろね、なんかいろいろあるんですけど、まあとにかく簡単です、ここ1個だけ、はい、どこで出てくるかっていうと、これよくある、かっこいいコード進行のパターンなんですけど、サビの最後ですね。だからそんな汗、A マイナーから、ラー、ここなく出したって、1個ずつなんとなくこうだんだん降りていくようなイメージのコード進行、ここで CAUG っていうのが出てきますということでございます。この4つを、かっこいいバージョンでは追加してかっちょよくやってみようと思います。そして、この曲を最もかっこよくさせてるのはファンキーなビートなんですよね。このリズム、これをウクレレで再現したい。これは、はい、基本的にはこちら16ビートのチャなんですけど、ただの16ビートのチャではないです。すごいファンキーでカッティング入りです。ファンキーってことでもちょっとシャッフル気味、シャッフルのリズムっていうのは普通のリズムってパッ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 って進んでいきます。シャッフルのリズムっていうのはタッタ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 こうチャッチャッチャッ跳ねてるんですよね。そしてこういう感じでやってみたいです。ちょっと A メロのコードになってる、ワン、これが今 A メロなんですけど、基本的にはダンダダカツクツクパッツパッツパンダダカツクツクパッツパッツパンダダカツクツクパッツパッツパンダダカツクツクパッツパッ、はい、カッティング、カッティングと16ビートのチャなんですよね。ちょっと一応このカッティングと16ビートのチャ基本的な弾き方、ここにリンク貼っておきましょう。ここはね、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から16ビートのチャとカッティング、ちょっと見てみてください。カッティングっていうのは左手でこうやって音を止める、こういうことをやるんですね。こうニョモ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 ニョ、ここ動いてるんですよ。はい。で、16ビートのチャなんですけど、これいきなりは無理なんです。まず8ビートというリズムをしっかりマスターして、8ビートのチャっていうリズムをマスターして、16ビートをマスターしてって、こういう階段登ってくるようにリズムの練習っていうのをですね、楽しんでやる。あと体も一緒に使ってやるっていうところがすごいポイントになるんで、まあすぐにはできないですけど、こうゆっくり時間かけてリズムをものにしていきましょう。で、今日のこのフレーズなんですけど、じゃんじゃじゃかつくつくじゃん。一応ですね、ノートに書いてみました、はい、これですね、ここに書いてあるんですけど、タンタチャカタカタカチャカタチャツカタンタタカチャカタカチャカチャ、これちょっとスキャンしてここら辺どっか貼っときます。ここに書いておこうかな。これをメモって口で言ってみるのはいいと思います。タンタチャツツツツツタツチャタツツタンタチャツツツツツタツツチャツツですね。これは言っとくけど、丸は引くでしょ、でちっちゃい丸を伸ばすというか、最初ダーンダ、ここの一番最初のところのターンタは伸ばすってことです。で、星はチャですね。バツはカッティング。ちょっとゆっくりやってみましょうか。やってみましょうか。せーの。チャンジャジャカツカチャカチャカチャツカチャンジャジャカツカチャカチャカチャツカチャンジャジャカチ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 
はい、シンコペーションマークも入ってきます。あとはですね、さっきも、見てもらったところに書いてあるんですけど、ここ、ダダッダダッとかね、ダダッダダッタータ、ここもカッティングでジャジャッジャジャッ、このキメが入ったりとかですね、します。あとさっきも言ったんです、ここで、ジャン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 、この辺はかっこいいあのアレンジが入ってて、コードがワンブロックに4つ書いてあったりとかするんで、ちょっとここのところ、タイムウィルテルのサビのところだけやってみようかな。青空へ、てか、ここです。ダダッダダッタンベル、ダダッダダッタンベル。はい、サビの前、Time will tell。 あそこのところ、ここ印象的です。ここはバッチリ決めましょう。はい、そんな細かい小技も入れつつ、リズムやっぱりでっかい、どっしりしたファンキーな16ビート、ドーンタッタツドンツツブンタッツプブンツプ、このリズムの中でこれ歌うんだって、かっこいいですね。よっしゃ、やってみましょう。はい、Time will tell。 ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。もうグルーブぐんぐんの、あのもうソウルフルなあの歌、もうほんと宇多田ヒカルさんのね、あの感じ、やっぱソウルシンガーですね、やっぱりね。もう腰が動く感じでやりたいんですけど、カッティングにあんまり左右されてるとそういうグルーブがなくなっちゃうんで、そのもバランスが難しいんですけど、ほんとね、こういうのがこうカッと合わさった時のこの快感たるや、もう凄まじいものがありますんで、皆さんもこう体ごとね、体を使ってこうグルーブを出す、この感じの曲はね、もう本当にね、素晴らしいです。ありがとうございます。皆さんもどんどん歌っていきましょう。ガズレレ YouTube チャンネル登録もぜひお願いいたします。さあガズさん、このちっちゃいウクレレ持って日本中駆け巡ってイベントやってます。リアルで会いましょう。これは楽しいイベントですからね。あと本いろいろ出してたり、このちっちゃいウクレレを、広めるためにちょっと動いております。この後ちょっとガズレレのご紹介動画はひっつけときますんで、お時間ある方見てってください。今日は見ていただいてありがとうございました。それではご案内動画どうぞ。はい、皆さん、ガズレレホームページをまず最初にご覧になってください。はい、ガズレレ .com ですよ。ここを見たら大体のこと分かります。リンクもここに貼っておきます。さあ次のガズレレイベントですけど、はい、こちらです。まず東北行きますよ。9月の22、宮城県イオンホール名取。その翌週9月29、山形イオンモール天童です。はい、これはね
東北攻めます。今年の夏は、夏じゃ9月だからもう真夏じゃないかもしれないですけど、東北でウクレレっていうのがね、これ面白いなと。皆さんぜひ来てください。両方とも島村楽器さんの主催のイベントになります。イオンですよ。はい。でウクレレ持ってきてくださいね。私のコンサートじゃないぞ。みんなと一緒に歌って、みんな全員が出演者のイベントみたいな感じですからね。これがね、そのイベントに来ると私のね、あの話を聞きながらやるとね、もう本当にね楽しくなります。本当これはね来た方がいいですよ。もうこの先のね音楽人生が変わるっていうぐらい言っちゃいました。はい。でもまあとにかくもう私に会いに来てください。お一人様でも大歓迎、仲間内でも大歓迎、もちろん私がいるからどなたでも大歓迎でございます。よろしくお願いします。あと本いろいろ出してます。これはですね、今年の夏はこれがヒットしてます。100曲入りのリットミュージック社さんから出てるガズのソングブック100曲ですから、ぜひ皆さん こういう本もねいっぱい見てくださいね。あとはこのウクレレなんですけど、クラウドファンディング大成功に終わりまして、なんとか皆さんの手に届けようと思って今動いてますね。もう少々、お時間を お待ちくださいませ。こんなねこの水引きなんかもね、あのホームページ上で販売してますんでね、ぜひ皆さんホームページいろいろ探ってください。楽しく音楽やる毎日素敵ですね。どんどん楽しみましょう。ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。